次行きましょう。はい。代表的な基礎練メニューが知りたいです。じゃあ一個ずついってこい。吉田翔平さんですね。一本一本三点数なんだっけみたいな。これ練習のなんか説明をすればいいのかな。名前の説明。説明になるのかなこれは。となると、まあなあ。一本一本。一本一本って何ですか。一本一本、一本一本いっぱいある。そうなんだよ、多分ね。一本一本フォアバックがあるし、フォアフォアなのかフォアバックなのかとか、切り返しというかってなって、はい、なのでちょっとなんかそこは多分その文化っていうかそこの練習チームの言い方にもよってくるかもしれないから、うん、まあそれで終わってしまうのもつまんないので、3人が一番練習した基礎練メニューは何？基礎練メニュー。日本2本。緑色サイド。待って、じゃあ日本2本って何？日本語は日本、うん、これは俺はバック回り込みだね。そう、それが違うもんね。バックバックのところじゃん。そう、そこは自分で決めてました、その時。たまに回り込みます。日本2本、フォアフォア、バックバックやる時もあるし、フォアフォア、バックフォアの時もあるし、フォアフォア、フォアバックの時もあるし、フォアフォア、フォアフォアもあるっていう。ああ、一応一通りその時に組み合わせを全部、そのラリーしながら決めるのね、自分の立ち位置とか、ね、自分のその時で全部瞬時に瞬時に変えてやってました。それで日本よくやってました。肌ちゃんの日本はえ、フォアバックバック。それはなんでそのフォアバックバックにしたの？回り込みっていうのは、なんか回り込みしないので。ああ、じゃあやっぱ自分の線型に合わせてバックシューだから、フォアフォアバックバックみたいな。そうですね、22のたまにミドルみたいな、冬打ちにミドルみたいな。日本たまにミドルって練習ね。はやったことあります。やってます。ミドル来たらバック頼りに変わるとかでしょ。あ、なんかそんな感じで、そこからなんかちょっと発展していくみたいな。そう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 。とか今の会話で分かったから。いやでも本当場所にありますよね、そこの。全然違います。なんか3点とかもミドル入れる人と入れない人とかいるじゃないですか。そう、戻る人と戻らない人。私戻るタイプなんですよ。そういう時は3点って言ったら戻りなしで考えます。で、3点戻りありって言われたら、あ、3点真ん中ありって言われたら真ん中がくっついてるみたいな。で、村田コーチはミドル両サイド。ミドルを打った、ミドルはフォアで打つの。ミドルはフォアです。ミドルフォアで打って、で、次がどっちか、フォアかバックかどっちか、どっちかで、また次ミドル打ってフォアかバックかどっちか、で、ミドル2本続いたらそこからオールとか。はい、発展がどんどんできる、ね、発展が多いですよ。基礎練ってなると、まあそうですね、結論としては、ちょっとやっぱそのチームとか地域によって、その内容、人によって人の内容が変わるから、まあ、そこはちょっとチームの中であの聞いてもらって。聞いてもらって。で、ただ、3名のおすすめの基礎練メニューとして、まあ、やってきたメニューとしては、桜井コーチは日本だし、村田コーチはミドル両サイドだし、肌コーチは日本ということなので、ぜひともちょっと参考にして、参考にしてください。という形でよろしいですかね。勝手に私聞きましたけど。よし、まあ、気になったらまたコメントしてみますもん、ね、そうだね。じゃあ次いきますよ。ラバーに関しての質問です。ラバーの説明文に書いてあるボールを掴むとノンスリップの違いって何ですか。イコールの気がしますが、そうでもない気もします。まだボールを掴むとノンスリップはスリップじゃないと。まあ、掴むというのは、まあ、食い込むってことですよね。大体裏側はそう書いてあると思うんですけど、ボールを掴む、まあ、柔らかければ柔らかく食い込みますし、まあ、回転をかけやすいとは言われてます。で、ノンスリップって最近出たのかな、ラクザ X とか書いてあるんですよ、ノンスリップシステム採用とか。食い込ませて打とうとか回転を引っ掛けようとした時にやっぱり摩擦が起きるので、ボールとラバーの間で、その時にちゃんと食い込まないで飛んでいかない現象が絶対起きるんですよ、ラバーって。特に、まあ、湿気がある時、卓球やったことありますか。あの時って滑って落ちるんですよ、ドライブかけたつもりでもネットにドーンって。それはまあ湿気があるので水分がついてたら真下に落ちるんですけど、それは引っかかってないから上に上がらないんですね。で、まあ、分かりやすく言うとこの現象をノンスリップって、
あ、スリップ現象って言うんですけど、そういう場合でも高い確率でちゃんと当てて引っ掛けやればボールは食い込んで下に落ちずに飛んできますよっていう高性能な現象のことを多分言うんだと思います。落ちにくい、ボールが掴む、スポンジ、ノースリップ、シートってことですかね。簡単に言ったら、うんうん、ものすごく簡単に言った相当ドヤ顔できた今思いついたよ、今。え、今思いついたよ、今。いやもうこれやっぱその掴むってやっぱ食い込むじゃないですか、うん、つまりシートが滑りにくいってことですよ。シートのこととスポンジのことを言ってるんだなっていうふうに感じますかね、うん、それ以外考えられないですよ、ね、最近のねラバーはもう各企業さんがすごい多分頑張って開発をしているので高性能になってきてるので、やっぱ昔の一昔前のラバーってやっぱりすぐダメになると落ちちゃったりとかしたこともあったんですけど、今は落ちにくい、ちゃんとちょっと変な当たり方してもちゃんとボールが飛んでてくれるような高性能なラバーになってきたと理解してくれればいいかなと思いますよ。すごい日本の企業、ドイツ、はい、ドイツもだけど、イコールではないってことですね、うん、イコールではないです、はい、押したいだけですダブルスについての質問ですね。あ、例のダブルス歴代の名手には異質選手も多いイメージですが、現代卓球におけるダブルスの際の異質、粒高、表などラバーの強みとはどういうところにあるんでしょうか。決めます。なるほど、うん、岩とアット卓球赤ツイッターさん。なるほどね、うん、じゃあ、いいよ。え現代卓球知ってんじゃないのやっぱね、それはね。いやでもやっぱり現代卓球って裏裏が今ものすごく多いじゃないですか。その中でダブルスの片方がカットマンとか粒高とか表って使ってるってだけで、もう裏裏っていう意識が元から最初やる前強いんですけど、片方がそういうラバーって時にまず嫌だなってなるから、その時点でもすでに強みですやばいですけど、まあ、あとはあの裏裏だったら常にチェンジコートとかしても裏裏の人としか試合がないで、ないあ当たらないので、あの慣れが早いとかあると思うんですけど、これってダブルスで片方が一つ片方表とかあったら1セット交代じゃないですか。レシーブとかその打つ順お互いに変わるじゃないですか、うん、その A さんと A さんで当たってたら2セット目では A さんと B さんと変わると、うん、でそういうのがあるのでなかなか慣れられないダブルスを試合の1試合の中で、そういうのがあるから、まあ、その粒高とかってやっぱ慣れられると結構粒高で打つ人って少ないと思うんですけど、打つ人もいっぱいいますけど、でも基本止める異質のその変化をやっていくタイプが多いと思うんですけども、そういう慣れがシングルスとかに比べたらダブルスの方が慣れることが難しいからチャンスが増える。ダブルスまあここはさ、あれですよね、やっぱね、卓球歴が一番長い村さんに答えてるんで、一番ですかね、歴史を見てきてるということでね。ちなみにごめんね、ダブルス歴代の名手の異質選手も多いっていう感じなんですけど、例えば誰がいい？やっぱ福岡春菜さんもだし、やっぱりその昔の質の時に渡辺正さんとかもペンもだし、田崎さんだってペンもだし、なので、やっぱその辺は強かったよねと、当然ね、うん、で、近代卓球における、また近代じゃない、現代かって、なんかいるんだっけ、強い人で。いやでもほとんど裏裏だね。裏裏なんだ。うん、まあそれはで多分歴史の流れによるんでしょうけど、うん、であんまそこ関係ないと思うんですけど、まあでもそのそこどこのレベルで話せばいいのかなすごい上の方のレベルになっちゃうと、その全日本で優勝した名選手とかで共通してるのはやっぱもう抜群に台上が上手いですよね。表使ってる人とかは特にやっぱ止めやすい、裏に比べて止めやすいし、
台上でも速いボール打ちやすいしっていうのは全員に共通していることです。台上が非常にうまいです。だからダブルスで台上がうまいってことはレシーブ戦で取りやすいですよね。なのでそういう意味でもそういうところぐらいしか目立ってないというか、そこがすごく目立ってたのが本当リアルな実情 でもうちょっと下の方行って町の大会とかで異質が有利な理由っていうのはやっぱり普段日頃日常自分が想像していないボールが来る確率が多いからじゃないですかね。やっぱ裏裏と練習する機会が多いと思うので、粒高ポンっていきなり来られた時に分かってはいてても慣れ親しんだボールが返ってくる可能性は非常に低い。ましてやダブルスって自分が打ったボールじゃないボールを返さなきゃいけないとなると、なおさら一斉返されるとなんだこの球ってなる可能性が高くなるっていう点では非常にアドバンテージは高いんじゃないかなと思いますよ。なので、まあ、異質を使ってるから勝てるとは言いづらいですけど、有利に当たることはもちろんありますし、逆にそのある程度のレベルまでいっちゃうとそれだけの技術量がないと異質だと勝ちにくいっていうのもあると思います。正直なので、何回でしたっけ、強みっていうのは極めれば極めるだけ上では通用する技術になり得るかもしれないですし、純粋に街の中の大会とかだとそれだけで、さっき桜井コーチが言ったようにやっぱり自分が思っているボール来ないって思うだけで嫌だなっていう、やっぱり嫌悪感がやっぱ相手には絶対少なく出るので、それだけがアドバンテージになるんだと思います。はい、以上です。以上です。ナベッチ FC さんからの質問、ダブルスで4球目攻撃はペアのレシーブのコースで待ちのイメージがつきやすいのですが、3球目はどのような待ち方が一番得点確率が高いのでしょうか。4球目だからまああれだろうね、レシーブの人が例えばバック側にこうレシーブしてくれればその対角線のクロスで待てるよねとかってことだと思うけど、じゃあ3球目はってサーブをこっちが持ってる時に3球目、はい。ペアの人はどうやって待つのってことを言ったんだけど、サーブ次第ですよね。サーブ次第です、うん、ってことだと思うけどね。で、一番得点確率が高いでしょ、どのような街。でも、バックに来ることが多いんじゃないですか、うん、全体的に、うん、バック前、バック前が多いのかな、やっぱバック前ストップとかと、でもよく見るのやっぱでもバック1本目とか2本目だったらコース大体バックにレシーブしますよね。大体バックにレシーブしようとする。私もです。そこで待つのが一番得点確率は高いです。いったね。でもプラスアルファなんかありますか。でもそれだけで待ったら得点確率は後々低くなります。試合トータルで考えた前半でこうやってくるのを3球目でしっかり待ってドンって打てれば、相手はそこにもうレシーブをしたいって多分思えない、あんまりそこにやろうかなっていうふうに思えないと思うんですよ。一発ドカーンってやられたらそこってあまりイメージ良くないと思うので、そうなった時に違うコースの方に変えてきたところをまたそこへあえて待つ、ちょっと読み合いになっちゃうんですけど、そこでドンって打てば、そしたら次相手もうどこ狙ったらいいのっていう、どこ打っても強打されるじゃんっていう状態になってきた時に、今度相手はもう入れることを最優先になるんで、対角線で待つのが前半はバックで待って、あとは対角線上で待つみたいな。そう、ね、うまくはまればいいですよ。はまるね、うまくはまれば。これ難しいねこれ。これだからあれでしょ、だそのペアとのサーブの組み合わせ で、まあ、結局その試合の中でこのサーブ出した時にどっちに返ってくるか、確率が高いかっていうのをちゃんと記憶しといて、でそこで待つのがやっぱり一番高いから、やっぱペアとちゃんと緻密に事前に作戦を練った方がいいし。そうです、お互いサーブをしてることですね。お互いそうだね、サーブをしてることですね。回転でもそうだし、出すのもそうだし。で、俺が口出してるのはちょっとすいませんじゃないか。いや、いいんですよ。短いので待ってたりとかしますか。私、すごい長いの待ちなんですけど。ああ、ああ、ああ、
全部。僕、桜井コーチと組むときは、桜井コーチが出すサーブによって3球目捨ててますよ。捨ててるじゃあ、捨ててるっていうのは、ちょっと語弊があった。ごめんなさい。3球目を打とうとしてないってことです。もう回転が残りすぎてみたいなことですか？あのね、打たれて基本的に、ダブルスってレシーブの方が有利なんですよ。来るコース分かってるし、まあ、サーブがすごい上手かったら別ですけど、結局慣れられたらレシーブの方が有利だと思ってるので、僕は。レシーバーの方が、ダブルスの時は唯一。なので、桜井コーチの出すサーブによっては、相手に4球目打たせないことを重点を置いて、逆をつくとか、短くストップするとかっていうのを待つ。おそらくストップとか来るのは分かってるんですけど、それを無理にこう打ちに行こうとするのではなくて、まず桜井コーチ、5球目になったら多分打たせられる自信があるので、3球目は打たずに、まあ、打つというよりはチャンスを作るために3球目を待つっていう気持ちで待つと結構楽になります。打たなきゃいけないとかじゃなくて。でも片や桜井コーチが例えば巻き込みサーブとか長いサーブで本当にキックサーブを出しますって言った時は、3球目もうカウンターを狙ったりします。なので決めに行く時に出すサーブと、3球目狙うためのサーブと、ラリーで得点をするためのサーブ多分あるんですよ。レシーバーがどんな人かにもよるんですけど、確実に3球目取れるかって言ったら多分無理なので、まずここは安全に絶対打たれないサーブを出したら、こっちも打ちにくいレシーブが来ると思った方がいいです、うん、なので3球目どんな待ち方がっていうのは、さっきみんながこう話したように、ペアのサーブが何を持ってるのか、どういう回転量なのかっていうのを全部把握した上で待ち方を決めるのがベストです。なるほどね。まとまった。まとまった。はい、俺の中ですごいまとまった。はい。こんぐらい？の？カウンターのことアンチラマについて、これはなんか動画作った方がいいのかな？うん。続きストップ。涼次さんですかね。こちらにカウンターのコツまたアンチラマについて教えてくださいっていうのは。まあ、また別途多分技術動画を作ると思いますので、お楽しみに。ちなみに普通に私の興味本位の質問なんですけど、3人がそれぞれこりゃ強えとか、この人は超本当尊敬するわみたいな選手って誰かいます？それぞれ。いやだからね、例えばこう動画を見ていただいている方はね、まあ、3人を見てこういうふうにやるんだ、こういうふうにやるんだとか、あ、まあ、YouTube の動画とかを見て、あ、この選手かっこいいなとか、この選手真似したいなとかって多分あると思うんだけど、うん、例えば桜井コーチは僕はもうこの選手が大好きでとか、尊敬してる選手、そう、この選手のこれが本当好きでみたいな、なんかそういうのがあったら。マリン選手ですね。桜井コーチはマリン選手大好きです。選手です。今もうあれ引退しちゃってて、コーチですね、うん、の人なんですけど、その人は中国式ペンの人なんですけど、僕全然左利きだし、シェイクだし、全然違うんですけど、でも何がやっぱ魅力的かっていうのは、すごいサービスがうまい、本当に。で、サーブで相手を崩して3球目ズボーン決めて、もうスカッとする卓球をするっていうか、でもその中でもレシーブからでもこう台上がすごいテクニシャンっていうか、すごい器用なものなので、まあ、そのサーブに関しては僕もなんとかサーブが得意だから、そこを一緒にしたいなって思ってる中で、僕にはないすごいこう台上の器用さ、僕すごい台上的な不器用なんですけどそのやっぱ自分の持ってないものをすごい持ってる、飛び抜けて持ってるなっていう風に感じた人ですかね。だから多分すごい今でもコーチとしてやってても尊敬するって今言えるような選手ってことになってますかね。へぇー。いや、本当に気になるよ。それと、あ、どういう人たちとか、どういう人を尊敬して、こう卓球がこうね、やってるのかな、卓球やってるのかなとかね、そのレベルになった時にね、いるのかな、そういう人だと思って。村田コーチは当てられる気がします。尊敬する選手。ハダちゃんからいいよ。でも裸でいくって。ハダコーチの。なんか尊敬する、なんか
か、まあいない、なんだ、なんかトップ選手の人たちって真似できないみたいな、そんなイメージがある。強すぎてもうなんか私のレベルには程遠いなっていうのがあるので、私すごい、学生の頃から、学生の頃、高校大学ですごい憧れてた方がいて、名指しでいいんですかね、本当に選手なんですけど、松田まりなさんが大好きで、あの卓球をすごい目標にしてた。すごい目標にしてて、なんかもう両ハンドすごい綺麗だし、すごいなんかコースの取り方もすごく、ああいうのがいいなみたいな、すごい試合とかすごい見てた時があって、あったんだよそういう時も。その人はなんか試合をずっと見てたいなって思った人だったんですよ、初めて。あ、すごいかっこいいって思って、なんか結構ずっと試合を追っかけながら見てた記憶があります。あ、初めて聞きましたです。だからあのなんかこう強く打つとか強く打つし、つなぐとかつなぐし、私そのつなぐしかできなかったので、それもなんか緩急の付け方みたいなのを取り入れられればなみたいな感じで松田さんから学びました。なるほどね。いです。尊敬する選手か、まあ、好きな選手でもいいよね。僕が言った方がいいですか。誰考えるね。いやでも一人かな。にやけてる。誰だと思ってるんですか。ズバリワールドラン選手。そうだね。正解しちゃった。僕あんま人の卓球見ないんですよ、正直。現役の頃から見ないようにしてたんですけど、この人だけは見てました。僕が語るまで、皆さん、ワールドナーの凄さは知ってると分かるでしょ。僕が語るまでもなく、そう、あの一人だけ違う時間軸の中でプレーしているような、まあ本当にもういないと思います、これから先で。真似しよう、まあ真似することもありますけど、でもやっぱり純粋になんか別の競技やってんじゃないかなっていう感じに、感覚にとらわれる、なんか僕自身が思えるような選手はあの人ぐらいですかね。本当にすごいと思うです。もう多くは語りません。見てください。あとね、聞きたいことがね、何個かあるんですけど、ありますね。あの、例えば絶対絶命の時ってあるじゃないですか、卓球、はい、例えば野球で言うと球界がツーアウト満塁の時とかに自分が投手だった時にどういうことをするかって、もう卓球でも多分あると思うね。どういう時なんだ、例えば、まあ、セットボール推定とか、スリーテン絶対詰めだね。それ絶対詰めなくて、詰んでるよね。終わった、あのなんか、もう終わった、絶対詰めみたいな時に、これを僕はするんですみたいな、まあ、サーブ、自分がサーブ持ってる時に、自分はこのサーブを出すし、そこから自分はこういう展開をに持ってって、こうやって得点するんですみたいな、もう、この一手ですみたいなのがあったら、ちょっと聞きたいなと。僕はセットオール、はい、9点で負けてる状態。あ、9点、うん、それか0に9点、はいはいはい、あ、0にとかもうそれだったらまだ、まあ、絶対詰めですけど可能性が秘めてます。もちろん勝ちにいくってことで、はい、それだったらやっぱり一番自分の自信のある技術を出す。僕だったらフォアのブチ切れの横下サーブを出して、もうループ何が何でも突っつかせるぐらいのブチギレサーブを出して思いっきりループをそっか、思いっきりループドライブをかけて、もうそっからがむしゃらですね。帰ってきたら、帰ってきたらがむしゃら、帰ってこさせないぐらいの回転量をかけようって意思でやってるんだ。やってますね、そんな時はもうそれだけは決めてますね。レシーブだったら、レシーブだったらですか、うん、
レシーブだったら思いっきりツッツキですあのどんな本当にロングサーブとかだったらちょっと話は別になってくるんですけど、もう化石にかけるっていうのはあるんですけど、じゃなかった時は相手のバック側に思いっきりツッツキして、でかけさせてカウンター、でね、もうそれで入んなかったらもうそれで満足満足ですで、急ぎでも入ればうわーってなるじゃないですか、うん、で、流れが変わってこっちにムードになって勝てるかもっていう考えですね。なるほどね、あ、面白いな、これは面白いな。なるほどね、はぁ、あ、これ、あれですよ、本番試合になったらこれ見てる人たち僕とやりますよ、何言ってんだどうせ無事したらそれを超えていくのが桜井でしょ。そう、それでも落としますから。そっちなんだ。そう、やること変えるわけないから。絶対変えない。男らしいね。なんだろう、セットホールの9-10でサーブだったら、私はもう初心に戻ります。初心に戻るもうなんかいろいろやるじゃないですか。うん、もういろん な, なんか駆け引きみたいなやっていくじゃないですか。でもやっぱり一番点を取れるのはバックドライブなので、そこに戻します。ああ、なるほどね。やっぱじゃあ桜井とどんどん似てるわけだ、ほぼほぼやっぱ自分がです、やりたい、やりたいことをやります。もうやりたいことやってます負けてもそれで悔いを残さない悔いを残さない一番自信のある技術で最後やって負けたならしょうがない、もうこれが実力だみたいな納得結構難しい質問なんですよいや、なんかさ、この技術動画っていろいろ語れるけどさ、こういうなんか試合の流れとかさ、そういうのってなんかあんまりこういう場でしか話さないから、そう、9-10、サーブ持ったらロングサーブ出します、僕思い切って、多分ロングサーブ試合に存在さないので、右利きだったらもう本当にノールックでフォアにロングサーブ出します、おそらく。それかちょっとでもビビってたら、桜井じゃないですけど、思いっきりマシャキ行ってロングサーブ出します、バックに。で、相手がかけてきたらもうカウンターですし、つついてきたらバックドライブです、思いっきり。大体ストレートに来ないんで、そのサーブ出した時二択ですね。なんか相手がこうバックより構えてるなと思ったら、もう一切合切こっち見ないで、ミスしたらしょうがないと思いながらバーンとファインロングサーブ出します。レシーブだったら何が何でもフェイント入れますよく見るよく見る一本最後の最後ほどフェイント入れて払うか流します。で、もう絶対逆つきます気持ちの問題なんで、そう、もうこんぐらいやりますこうやってやりますでも見抜かれてたらしょうがないです。そうそう。おい、もう、そうですね。そこはもう、おっきにはいかないです、多分。ロングサーブってしょうがないですけどね。でも、多分、短いサーブ来るんですよ。なので、もう相手見ながら、何かしらフェイント入れて、フリックするのか、流すのか。ビビって、止めに行って、浮いて、打たれて、負けるときほど、後悔することはないので、そこはもう、やっぱ僕同じですね。得意なとこで勝負して、ダメだったら負けかなっていう。感じですね。3人共通点が出ましたね。よかったよかった。悔いは残さない。悔いは残さない。まあね、これで時間かな。まあ本当はね、ちょっとね、もう一個聞きたいことがあったんだけど、ちょっと時間かかりそう。どっちにしろでもさ、多分何回も分かる。いや、なんか本当もう一個聞こうとしたのは、誰でもいいんだけど、今日本で最強は誰？日本で最強。まあ張本君にしようかね、とりあえず。今ホットのね。うん、張本君と戦うなら、どういう戦い方をするみたいな。質問したら、それぞれ、そういうことか、とか対水谷隼だったらどうするって、うん、張本くん、張本くんなのか水谷くんなのか、まあ、中国選手もいるので、ありえない対戦なんだけど、でもその中でどう活路を見出すっていうのを聞くのは、なんか戦術的なところにしてるなと思ってっていうのが次回のミスですよね、女子だったら、まあ、かすみちゃんもいいし、あ、見えるか見えるじゃんもいいし、もし仮に私とホヒラメちゃんが戦ったら、私はこういう戦い方をするっていう想定でいいんだよね。
全部ガンってやられちゃいましたけど。いや、聞きたかったらコメントください。いかがでしたでしょうか。このなんか答えになってるかなってか分かんないような Q&A ですけど、ね、好評だったらまたやりたいこれ。そうそうですね。不評だったらまあやらないっす。お蔵入りではないな、出すけどもうやらないっす。でもやります。そう、やりたくなるから、やりたくなるから。まあ、Twitter でも YouTube でもあの質問とかやってほしいことがあったらどんどんコメントしていただければ、できる限り要望には答えていきたいなと思いますので、ぜひどしどしコメントください。もう今年もあと1ヶ月で終わりなので、来年はちょっといろいろと考えてますんで、ね、いろんな、ね、ことをまた YouTube 上でできればいいなと。そうですね。まあ他の YouTuber とかもやってますけど、プレゼント企画とかね、いろいろ私たちもやれたらいいななんて思っちゃったりもしてるので、公開収録、出張収録ね、そうできたらいいなと思ってますので、今後ともぜひディディピンポンチャンネルをよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。